静岡市清水区興津。古くから東海道の宿場町として知られ、温暖で過ごしやすい気候から大物政治家や皇室の保養地となっていました。今日はその当時の歴史を残す皆口屋ギャラリーをご紹介します。静岡市。皆口屋は多くの著名人が利用した旅館でした。現在宿としては閉館していますが、皆口屋ギャラリーとして興津の歴史を伝えています。豪華な漆の食器類なんですけども、大正天皇がまだ皇太子だった頃ですね、政権寺に泊まられてたそうです。その時に皆口屋から食事を運んでいた食器類がこちらになります。皇室や伊藤博文、井上馨など興津の地を愛し皆口屋を訪れた著名人の数々の貴重な品が展示されています。西園寺金持ちさんが書かれた手紙、皆口屋様って書いてありますね。お風呂の用意をしといてほしいとか、あと食事の用意をしといてくださいとか、興津の風土気候、そういったものが非常に気に入りまして、大正8年には対の住処として座御所を建設することになります。座御所が建設されると、西園寺金持ちに面会を求める人たちが皆口屋を利用しました。来られた方、なぜここに政治家の人たちの書とかがたくさんあるんだろうっていう疑問をやっぱりお持ちになられるみたいですね。興津になぜ皆さんが来たのかとかね、良さっていうか特質だったりとか感じ取っていただければいいと思いますね。興津で歴史が動いたかもしれない、そんな一面が垣間見えますよ。